ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンコンプリートで、ゲームクリエイター野村哲也が描きたかったもの、それは人間の奥深くに存在する複雑で繊細な心の動き。その感情表現の進化を可能にしたのがブルーレイクオリティ。この到達点であり出発点もプレイステーション3で、ブルーレイ搭載プレイステーション3。プレイステーション3。これがその始まり。